スライム作っていきたいと思います。洗濯のりを割り入れます。次に色です。色のスライムを2個に分けて、こちらとこちらの風船の中身を入れていきたいと思います。スライムはこんな感じでできました。ここにまずはこちらの風船を割り入れます。
だけどスライムはね作ってみてすごい楽しかったのでこういう作り方もあるんだなと思いました。